明日天気になれ。第6回手作りマルシェ作家さん紹介します。お隣さんです、はい、名前がすごい、はい、面白いですね。そうですね、はい。で、この方はですね、刺繍雑貨の作家さんでいらっしゃいまして、はい、とマクラメレースとラタンのアクセサリーを作っておられるということで、はい、ございます。で、なんか草木染めで色も自分で入れているという、もう職人みたいな方ですね。すごいなぁ。うん。で、その使っていくうちに色も変化していくそうなので、はい、はい、どんどん味が出てくるっていう感じですね。ちょっと夏っぽいですかね、ラタンだとね。うん、そうですね。すごい可愛いですね。うん、なんか雑材のバッグとかにこういうアクセサリーつけたら、すごい可愛い。なるほど。うん、そういうことか。そういうことか。で、こちらが刺繍となっているんですけれども、はい、何をどうしたらこんな風に縫えるんでしょうか。本当だよね。すごいな。すごいですね。でもめちゃくちゃ綺麗ですね。そうですね。うん、刺繍の方も多くはないので、あんまりないのでね。うん、ありがたいですよね。すごいな。そうなんですよ。いろんな手作りがあるね。本当にそうですね。うん、はい。なんかお家とかにあるとすごい一気に映える感じがして、そうですね。はい、良いのではないでしょうか。はい、はい、楽しみにしてます。グラスタトゥー頂点さんです。はい、はい。何やら漢字のお名前ですごくかっこいい感じの、はい、方なんですが、はい、この方はですね、ガラス彫刻師さんでして、アクセサリーを作られてる方ですよね。はい。なんか光の加減でガラスの色が7色に変わるっていう。はい。で、今こういうちょっとオーロラみたいな感じが流行ってるんですよ。ネイルもそうですし、めっちゃ流行ってて、なんか私これ欲しいんですよね。めっちゃ可愛くないですか？いやー、なんかガラスって彫刻できるもんね。すごいかわいい。シャボン玉みたいですね。なんかめっちゃかわいい。なんだろうな、なんかこう子供も好きそうだし、大人の人も好きそうだし、っていう感じで、もう見てすごい、ああかわいいと綺麗って言葉が出そうな感じの作品。すぐ割るんじゃないの？割らないように気をつけて。もうそれつけてる日は何もしません、私は。大事にしたい。はい。はい。そうですね。なんかすごく、初めてな感じなので。そうですね。はい。楽しみですね。どんな感じのものなのか。うん、でも写真でこんだけ綺麗なら実物すごいですね、きっと。そうですね。うん、楽しみにしてます。リリアンド夜空さんです。ユニットだ、ユニット。そうですね。二人組なんでしょうか。多分ね。あ、そうですね。ですね。はい。編み物のリリーさんと。はい。つまみ細工の夜空さんがコラボしているということです。なるほど、なるほど。今回はこのお二人のコラボでして、アクセサリーやジェルケースの販売を予定してらっしゃるということでございます。ジェルケースよ。なんかハンドジェルとかのケースじゃないですかね。なるほど、なるほど。で、ちりめん細工。はい、っていうんですか、ちりめん加工とかがされてる伝統手芸を作られてるということで、この方もちょっと和テイストな、はいはい、アクセサリーになってますね。だんだんちょっと和が来るかもしれないね。そうですね。なんか水引きとはちょっと違う感じだけど、はい、これもすごく細かくて。可愛いね。うん。なんかこちらももちろん浴衣とかにもバッチリ合いますし、はい、普段のお洋服とかにも全然合わせられるような、はい、普段使いもできそうな感じで、はい、すごく良さげですね。良さげです。はい、楽しみにしてます。おこたさんです。はい、で、こちらの方はアクセサリー作家さんでして、はいはい、カラフルなアクセサリーを作ってらっしゃるということですね。なんかほんと夏っぽい感じですね。そうですね。いいですね。売れそう。そうですね。なんかこっちだったらすごい綺麗で夏っぽいものなんですけど、こちらになると、あらなんかレトロでタッセルついてたりとか、すごいなんかいろんなテイストですね。はい、個性的な感じの作家さんはいらっしゃいますね。なんか結構こうカラフルなので元気になるような感じの色合いですね。はい。普通になんかお店に並んでそうな感じな。本当ですね。すごいですね。はい、色彩感覚が素晴らしい。はい、です。シエルバージンさんです。またこれすごい細かい。そうですね。この方はレジンアクセサリーの作家さんでございます。なんか本物のお花やフルーツを使用しているという。フルーツらしいです。すごいですね。なんかお花はわかるんですよ。ドライフラワー使ってる方とかもいらっしゃるのでわかるんですけど、フルーツってすごくないですか？どうなるんですかね。またなんか新しい感じですね。あ、これないちごが、でもこれは花びらですよねきっと。花びらをいちご型にしてるってことですよね。なるほどなるほど。でもすごい可愛いですね。そうですね。なんていうんだ、なんかお花をそのまんま使ってるっていう感じで、なんか他の作家さんとはちょっと違うテイストですね。よく考えるよね。すごいですね。そうなんですよ。で、この方は第4回手作りマルシェ以来の2回目のご参加ということで。はい、なせなせ。そうですね。ようこそまた。ありがとうございます。はい。で、前回そうですね、4回目出てくださった時も結構人気のある方だったと思うので。はい。はい、今回もですね、ちょうどちょっとこう、夏っぽい時期のアクセサリーなので、はい、いい時期に出店していただいたなと思って、はい、楽しみにしてます。C&A さんです。で、この方はですね、もう常連さんですね、マルシェの。何度も出店してくださってまして、作家さんからもですね、この手作りマルシェが大好きなイベントですというふうに。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。で、この方はですね、マスクなんかも、はい、作られてるんですけど、なんかアクセサリーもたくさん作ってらっしゃいます。で、子育てしながら、もともとは自分がおしゃれしたいなっていう気持ちから作られたっていうことなんですけど、なんか本当にそういうちょっとしたきっかけでここまでできるんですね。売れてるイメージですよね。すごいですね。で、この方はヴィンテージのボタンを使ってアクセ作ってくれてる方なんですけど、なんかちょっとこう大人っぽい感じの、イメージのアクセになってます。はい。第6回手作りマルシェ。5月29日土曜日から6月6日日曜日までの9日間、ナチュラルハイ北見、ナチュラルハイ長山店で開催しています。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。